けど君んとこの奥さんはなんじゃないか、恋女房じゃないか。そうなんだよ。当時のことを思い出すとね、僕はもうとってもこの心臓が高鳴ってくるんだ。ほら、心臓は踊る、心臓は踊る、ああ盲腸は踊る。盲腸が、ああ君、僕はもうこの手を見てくれたまえ、もう思い出してもこの通り熱くなるんだ。ああ手の熱、頭の熱、触ってみたまえ。おい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 、これ寝ちゃっちゃダメだよ。とうとう僕は覚悟をしてね、先方へもらいに行ったんだ。なるほど。どうか絹子さんを僕にください。絹子さんと結婚させてください。さすれば僕は洗濯もします、掃除もします、飯も炊きます。なかなか君熱烈なる恋だね。もし絹子さんをくださらなければ、僕は一時市内へ行って便宜隊になりますって言っちゃった。便宜隊に、おい。うん。するとね、絹子のお父さんはね、あったら日本の国民を今さら便宜隊にしたくはない、よく絹子に因果を含ましてね。因果？うん。お前も立派な日本の憲法人である。大和なでしこの犠牲となって、人間一人助けると思えば軽き傘の雪。何を言ってんだよ君。そして僕はね、泣いて頼んで一緒になったんだよ。それ見たまえ。それなのにな、今になって君を虐待するなんてさ。ねえ、何がねえだよ、じれったいじゃないか。まあそう怒るなよ。怒りたくもなるじゃないか。君ね、君ね、女房なんてものはね、君そんなてらいこと言っちゃダメだよ。いいえ、女房商売と言ってね、このくらい君いい商売はないんだよ。ほう。クビになって失職する者の多い世の中にさ、おとなしくさえしていれば君一生クビになる心配はないんだよ君。そらそうだな。だから君だってね、月に5、6回はどうしても女房は伸ばさなきゃダメだよ君。ところがね、僕んとか神さんの方が強いだろ。阿部越えに僕は5、6回乗されちゃうんだよ。だらしがないな。いやもう仕方がないよ。な、諦めるなよ。帰ったら君そう言ってやりたまえ。なんだって。あのね、土台君の方が天使なんだよ。へえ。渾身してるやつがあるかい。天使にはね、天使の位があるんだ。ほうほう、どんな位。関白の位だよ。じゃあ僕は関白様だね。関白様ってのはおかしいね。やいかかわと怒鳴ってやりたまえ。やいかかわってか。おう。いやそらよそ、それは僕はよすよ。大地失礼に当たるもの。そんなこったから君バカにされるんだよ。やいかか、貴様なんか何だと。そうか。やいかか、貴様なんか何だ。何だい、かかわだろ。かかわって女でおかみさんだから奥さんでしょ。お前は偉いよ。ごめんなさい。謝ることはないよ。ダメだな。女のくせに男を男と思わず虐待するなんてとんでもないやつだ。女のくせに男を男と思わず虐待するなんて本当にもうとんでもねえやつだぞ。男だからたまには友達の付き合いで男帰ることもあるじゃねえか。そうですとも。男だからね、たまには、ね、友達の付き合いでね、男帰ることもありますよ。それをギャン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 怒鳴りやがって。それをギャン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 怒鳴ってさ、挙句の果て大根おろしでもって引っかいたりさ、鼻を破いたりしやがって。僕が男だと思ってそんな弱いもんいじめするな。